バーゼル市電はスイスの都市バーゼルを中心に各都市へ路線網を広げる路面電車。2021年現在は路線バスとともにバーゼルイコールシュタット巡州の100%子会社であるバーゼル市交通局による運営が行われている。バーゼル市内における最初の公共交通機関として計画されたのは馬が牽引する交通機関であり、 1874年にベルギーのブリュッセルの企業コンソーシアムとバーゼル氏との間に建設に関する契約が結ばれ、1881年7月11日から営業運転が始まった。これらの路線はトラムオムニバスと呼ばれる馬車鉄道型の車両を用いた乗り合い馬車として開通している。開業当初こそ高い収入を記録したが、直後の不況による影響を受けて、 利用客は減少し、運営事業者の破産が申請される事態となった。一方、都市の発展による市街地の拡大に伴い公共交通機関の需要がさらに増加したことを受け、1890年に大規模な路面電車も建設する計画が立ち上がった。運営事業者について民間企業と市当局との間で、 意見の相違が起きた末、1892年にバーゼル代表議会により、市が立ち上げたバーゼル路面電車公社が建設、運営を実施することが可決され、1895年5月4日から路面電車の営業運転が始まった。これはスイスにおける初の公営組織による路面電車路線である。以降は、計画に基づき路面電車網は、急速に拡大を続け、 1900年には国境を越えてフランスの三類へ直通する路線が開通しその後も近接する他国の都市への延伸が何度か実施されたこの国境越えの路線については第一次世界大戦中に一時運行を休止したが1915年に再開された一方で賃金体系に対する不満から1905年に 各種の労働組合による大規模なストライキが発生し、翌年に労働者にとって有利となるよう賃金の体系が変更される事態も起きた。1930年代の世界恐慌の中で、バーゼル支電は大幅な利用客の減少に直面し、再三の面でも赤字を記録した。さらに、第二次世界大戦中には一部路線の運休が余儀なくされる事態となった。終戦後、 路線網の復旧とともに、これらの状況を改善するため運営組織の再編が行われ、1946年にバーゼル市交通局が設立されたほか、1947年以降大型ボギー車の大量導入が実施された。だが、1950年代以降スイス国内では、モータリーゼーションが急速に進展し、各都市で路面電車が 路線バスやトロリーバスへ置き換えられていった。バーゼルにおいても例外ではなく市民を対象とした投票では路面電車そのものの全廃について反対票が賛成票を上回ったものの国境後への路線をはじめとした多くの路線が廃止されていった。ただしそのまま路面電車網の近代内化は続き新用乗車方式による合理化や新型電車の導入が 継続的に実施された。そのような中で、1969年に、バーゼル氏の学生による、路面電車の運賃値上げに反対する、座り込み運動が勃発し、その中に要求された運賃の無料化は却下された、ものの運賃の値上げは撤廃されたほか、路面電車自体の見直しが行われるきっかけとなり、1971年9月に、 バーゼル代表議会は環境に優しい公共、交通機関を優先した都市開発を行う将来計画を決定した。それ以降、自家用車の制限区域や優先信号の設置などの政策による公共交通機関の利便性の促進が図られ、民間事業者のバーゼルラント交通が運営する路面電車もをはじめとした他の鉄道事業者と一体化した料金体系の導入も行われた。 特にバーゼルラント交通とともに1985年に導入された環境保護定期券ユーエビオは運賃の安さも相まって高い支持を受け数年で運賃収入が25%上昇したほかヨーロッパ各都市で同様の定期券の導入が行われるきっかけとなった1990年代以降も路面電車の近代化は続いており 1999年以降は既存の車両の改造を含めた超低床電車の導入が継続して行われている。ほか、2000年代以降は後述する国境方への路線を含めた延伸が行われている。2021年現在、バーゼル市内を走る路面電車の内バーゼル市交通局が運営するのは旧系統である。そのうち以下の2系統については、 バーゼルとの往来が活発なスイス国外の近隣都市への直通運転が行われており、渋滞の緩和や環境負荷の軽減、利便性の向上が図られている。2021年現在、バーゼル市電に在籍する営業用車両の形式は以下の通り。これらに加えて、バーゼル市交通局はかつて使用されていた路面電車車両を多数動態保存しており、 貸し切り運転にも対応している。バーゼルイコールスタッド準州では、バーゼル中心部における路面電車の混雑緩和や郊外への利便性向上を目的に、新規路線の建設や既存の系統の延長、経由区間の変更などを含めた大規模な路面電車網の拡張、再編を計画している。そのうち1号線が経由する。 バーゼルバディッシャー駅方面の路線は2026年の試運転開始を予定している。ありがとうございます。